のショールーム、皆さん今夜もよろしくお願いします。はい、このショールームは福島由香、個人のルームなんですけれども、不定期に配信を行っております。配信ができる時間を見つけて配信してるって感じなんですけれども、はい、ちょっと今私は、レッスンをちょっとしておりまして、でそのちょっとね、時間の合間にちょっとねやらせてもらうと思っているので、ちょっと短い時間にはなってしまうんですけれども、よろしくお願いします。はい、ということで早速、ミッチーさんこんばんゆず、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、あ、ケイさんこんばんゆず、ありがとうございます。お願いします。そして、あ、清水さんこんばんゆず、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、あ、チョロワゴさんこんばんゆず、この間昨日ありがとうございました。書類もよろしくお願いします。はい、そしてあ、タイサさんこんばんゆず、昨日ありがとうございました。こちらもよろしくお願いします。はい、そして、あ、ヨシさんこんばんは、こんばんゆず、よろしくお願いします。そしてズキュンムキュンタンキュンさん、あ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんゆず、よろしくお願いします。そして、あ、サイサイさんこんばんです。昨日ありがとうございました。ショールームもよろしくお願いします。はい、ということでですね今日は福島県から、昨日福島県でシームーンっていう会場でライブがありまして、1月ぶりですかねにライブを、もう半年以上経ってしまったんですけど、そのシームーンさんにとってはもっと前かだったんですが、まあその久しぶりの福島、地元のライブがありまして、そこで、初めて最新シングルの楽曲を福島県内で歌うっていう、ちょっと嬉しい、一日となりました。来てくれた方ありがとうございます。はい、またちょっとね福島でライブができるように、そうだな、10月の生誕の前にまた、行きたいなって個人的にはすごく思ってます。はい、そしてあ、ヨシさんハートをたくさんありがとうございます。とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、あ、楽しかった昨日。あ、チョローグさんありがとうございます。はい、そうですね。私もすごく楽しみながら、歌えたし、久しぶりの方にも会えたりとか、あとそうですね、やっぱり福島県とか、東北のアイドルさんとも共演できたので、ヨシさんすごい嬉しかったです。はい、そして、かなさんこんばんゆず、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして、あ、ここなえさんこんばんゆず、ありがとうございます。お願いします。歯は大丈夫でしたか。あ、大丈夫でした、ありがとうございます。はい、そして今井ちゃん、あ、こんばんは、こんばんゆず、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと暗いんですけどね、逆光見たくなっちゃってちょっと申し訳ないんですけども、まあそんな感じでね戻ってきまして、そして編集をして、そしてレッスンをして今に至るっていう感じです。あ、レイさんこんばんはありがとうございます。お願いします。はい、昨日仙台から大勢のお宅さん駆けつけてましたね。あ、そうですね、仙台の方も多かったなと思って、もちろん地元の福島県の方すごく多かったんですけど、すごいいろんな場所から、まあもちろんね東京とか関東から来てくれた方もね、はい、いっぱいいて本当に嬉しかったです。はい、あ、つっちーさんこんばんはありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そっち雷雨は平気、わかんない、雷雨なんですか、ちょっと怖いんですけど、ちょっと、だったらちょっと困ります。いつも仙台で見る人がいてってなった。あ、そうだったんですか。そう、多分ポエムさんとか、あれ昨日で仙台で活動してるアイドルさんって、でもポエムさんですかね。でもあとせせらぎ小町さんもやっぱり仙台とかでライブもね結構してるって言ったので、そうなのかもですね、思えば。あ、よちさんこんばんです、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして翼は快適でしたか。あ、なんかその東北新幹線翼とかやまびことかいろいろそのある中で、翼は私あんま乗ったことがないっていうか、多分初めて乗って、ちょっと雰囲気がやっぱり違うなって思いました。でもこうね切り離したりとかね、こう合体とかしたりとか、ほんと新幹線っていや面白いし便利だなって思いました。でも翼の方が空いてるんですよね。停電イベントに来たい。停電イベントって、停電されたらちょっと困っちゃうわ、ほんとこれも切れちゃうわ。円盤餃子品切れ食べなかった。サイサイさん食べられなかったですか。多分お盆
のシーズンなので、まあ、いろんな方が帰省したりとかして絶対にね、多分競争率は結構上がってたと思います。はい、そろそろ会いに行きたいですね。あ、今井ちゃん、本当にあのいろんな場所でユースもライブも今後、生誕に向けて増えていくし、生誕ワードも本当に来てほしいなって思ってます。はい、福島のアイドルさんたくさん来るから仙台のライブもってことで、そうなんですよね、福島のアイドルも仙台でライブする方多いと思うのでそれもあると思いますね。空白さん、ラッキーの時にお話しした宮城出身のものです。 ありがとうございます。ショールーム来てくれてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、そして高弘さん、あ、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ということでかゆいかゆい、ですね、まあそんな感じでね、私は昨日まで福島県にいましたけれども、でも今回も、あ、景色ちょっと、もう終わっちゃったのかな、ちょっと押しますわ、ちょっと BGM をねかけてよいしょ。そうですね、なんだっけ、もうちょっと寂しいなって思うんですけど、福島から帰ってきた日はね、なんですけれども、早速もう明日は大事なライブがあり、皆さんにもね会えるので、それをね楽しみに頑張りたいなと思ってちょっと準備してたんですけど、なんかすごいちょっと明日に向けてね、ちょっと、まあ、レッスンをしつつもちょっとあんまり声を張り上げないように気をつけていました。なんか最近本当にちょっとね、やっぱ季節柄エアコンもつけるから気をつけないとなかなかこう調整が難しいなと思ってて、なんか自分の中で1年間の中でやっぱり4月は、ね、花粉があるから5、6と9月と5、6、9月、11月、まあ12月も大体は自分の中で歌いやすいなっていうシーズンなんですけど、すごい、あ、苦しいって思うのは1月、2月、3月、4月、10月なんですよ。なんか言ってないの。だからちょっと気をつけないと。本当生誕の時10月なんですけど、10月が毎年なんか何らかのものにやられるので、多分なんかブタクサ的なものになんかやられがちなので、ちょっと本当気をつけたいなって思います。そう、なんか信じられない声を上げちゃったりするんですよ。うん、あ、いい曲かかってる。はい、いい曲でしょ、私の曲BGM。 はい、あ、村さんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。セッキンさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。いっぱいあるなあ。そうですね、その歌いやすい時と歌いにくい時両方あるんですけど、なんか歌いやすい、例えば6月とかになんかライブして、最近私いい感じだなと思って、私やっぱりまあ練習の成果が出て歌上手くなったのかなっていうちょっと勘違いをしつつ、7月8月になるとなんかガサガサになっちゃう日があるから、はぁって、そう、それのね、ちょっと上手い調整をしないとね、そのね、いいのと悪いのの繰り返しになっちゃうので、やっぱまあ安定しないのは良くないので、ちょっと日々ね進化をしていかんなんないんですよね。はい、あ、まゆむさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。そう、あ、花粉とかね辛いな。そうです、ほんと花粉はね、あのエアコンとかよりもね辛いものですよ。年明けは何だろう、お餅食べ過ぎ、なんか多分年明けわかんないです、年明けはなんか寒いからかな、わかんないんですけど、毎回なんか悩むんですよね。ちょっとお湯とか飲んで頑張りたいと思います。はい、まあ、そんな私、そうだな、すごくあれなんですけども、まあ、そう、今日ね新幹線に、あ、え、待って、お盆ってもう今日で終わったんでしたっけ。あ、昨日か、昨日でお盆というものは終わって、てかいつからお盆だったっけかな、毎年思うんだよな、カレンダーに書いてないじゃん。11日ぐらいからお盆なのかな、違うか、もうちょっと先か、まあ、とりあえずお盆っていうね、その1週間ぐらいの期間中、まあ、皆さんは休んだか帰省したかお仕事かとかいろいろあったと思うんですけど、昨日ぐらいね、まあ、お盆が終わりまして、私は今日
お昼ぐらいに東京に戻るってなった時に、なんかすごいもう余裕だなと思ったら、指定席そういえば1個しか空いてなかったから、普通みんないつ帰省するの、今日今が帰省ラッシュなのみたいにめっちゃそういえば思ったんですよね。でもわかんないさ、あんまお盆に帰省っていう人じゃなくて、お盆を帰省したいなと思うけど、別に常日頃帰省してるもんですからね。あのなんなら、まあ、変な話、お盆の期間中はやっぱりイベントが続くなとか思ってたから、あの先月、あ、7月にもうユスはもうお墓参りはね済ませているんですよ。実はそれってちょっと違うのかなと思うんですけど、でも行けなかったらそりゃ後悔が残るじゃん。だから先回りして一応行っとく、でもしお盆の期間中に行けたらなおよしみたいな感じで生きているので、なかなかお盆はね、まあ、アイドルフェスとかありましたしね、難しいんですタイミングが。はい、そういえばやけど大丈夫？あ、やけどでもかさぶたになったんですよ。そういえばあのアイロンでまっすぐなやけどしちゃったんですけど、あの痛みはまずちょっと引いてかさぶたになったので、まあ、もうちょいかなって思ってます。はい、お湯さいさいさん、あ、わかりました、間違えた、コメントかと思ってさいさいさんって言われた。会社行ったらずいぶん日焼けしたいって言われた。あ、さいさいさんはすごい、あのフェスの度に私たちをね応援してくださって、でその度にどんどん赤くなってましたね。そうでした、冷やさないとね。あ、直樹さんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。そうだね、しょっちゅう帰ってる、そうお仕事とかね用事があって帰ります。一般的なお盆は13日から4日間。あ、そう、何短いのか、めっちゃ勘違いしました。ゆずなんか竜王のドラゴンフェスが始まったと同時にお盆かなって思ってたぐらいなので、そうですわ。いきなり行った方がいいからね。そうなんですよ、あのなので私はあのまあ行くんですけど、その度にあのこう時期が多分ずれてるから、そうすいませんみたいなと思いながらも、でもあのやっぱ行っとくとすごいこう自分の中でも なんて言うんですかね、まあ、ほっとするじゃないですか、お墓参りというものはね。なので行ってないと逆にやっぱこう心に引っかかるものがねずっとあるので、そのまあ時期は時期だけど早めに行っといた方がいいと思った。行ける時に。福寿ドライブのイントロのガシャガシャなギター結構好きだよ。ありがとうございます。あ、今流れてた福寿ドライブなので、福寿ドライブなのでなまっちゃった。よかったよかった、傘に、あ、かさぶた、あー痛かったでしょうに。そう、なんかなった、その絶賛の日になったので朝ちょっとで、その時はなんか痛いなーって思ってたんですけど、今は薬塗る時がちょっと痛いかなぐらいなので全然もう良かったです。かさぶたになればこっちのもんなんでね。おはよう、髪の毛が伸びて癖が出すぎてるおじさんです。あー、ありがとうございます。そうそうそう、イメージチェンジしたかと思いきや伸びたんですね、ありがとうございます。はい、ショールームよろしくお願いします。はい、そうなんですね。そう、私は髪ちなみに伸ばしますよ、ほんと。あれ、でも周りにはあの切った方がいいんじゃないって言われるんですけど、ちょっと今年は少なくとも年内はなんか伸ばせるとこまでちょっと一旦伸ばしてみようかなと思ってて、まあ結局ね、そんなロックじゃない、ロング間違えた、ロングまで伸ばせるのって忍耐力が不可欠だと思うんですよ。でユースは忍耐力がないから、忍耐力を養うためにも伸ばします。今年は2020年のことはもうわかんないんでね。はい、あ、はちみつ兄さんおこんばんです、ありがとうございます、よろしくお願いします。自分も伸ばすかな、伸ばして正解です。みんなで中身伸ばしましょう。とりあえず切るのはやめました。そうですね、ちょっと肩くらいのショートも、いや、ショートですか、なかなか久しいですね、やってないので、ずっとそのうちやりたいと思います。じゃあはい、そんな私ですけれども、ちょっとこの後があるのですいません、ちょっとあの告知すいませんさせてもらいたいんですが、ちょっと早くてすいません。ですね、あのもう何と言ってもなんですけど、あの明日8月の20日はですね、メンバーのマッサンコと松夏美ちゃんの、
生誕公演&卒業公演ということでですね、おめでたくて、そして門出の日でもあるというすごく大事な公演が明日ゼストで開催されますということでね、ちょっとすごい発表からもあっという間って感じだったんですけれども、もうまっさんのね、まず生誕を、そう、生誕をまずお祝いをみんなと一緒にできることがまず嬉しくて、でそれで卒業になってしまうんですけれども、そこをね、皆さんと一緒にね、ちょっと皆さんのお力をかなりグイグイ借りて、この公演を盛り上げて笑顔いっぱいに、最高な素敵な、生誕&卒業っていうね、そんな一日にしたいなっていうふうに思います。やっぱりね、ちょっとその、卒業もそのイベントのね中にあるので、やっぱりそのね、寂しさはね、もちろん皆さん絶対にあるのはわかるんですけれども、やっぱりこの、みんな、ユスたちもそうだけどね、みんなが笑顔でいることはマッサンが一番願っていることだと思いますし、それに何より、マッサンがアイドル活動している中でいつも本人がニコニコしているし、でその笑顔でいつも普段から私たちは笑顔にしてもらっている側なので、もうね、全力の笑顔で送り出すのが一番本人のために、一番いいんじゃないかとなっていうふうに思っているので、ぜひ皆さん明日は最高にもうとにかく楽しい思いをいっぱい、もうゼストの空間をね埋め尽くして、盛り上げていきたいなっていうふうに思ってます。はい、明日のね、ちょっとステージもちょっとセットリストとか含めてちょっと楽しみにしててほしいなと思いますので、ぜひまだ予約してない方も予約して遊びに来てください。はい、そうですね、あとなんですけども、その次の日、すいません、ブックフードペーパーアイドルがいつも第2第4がラックユーの回なんですけれども、あさっての21日がラックユー会となります。すいません、直前に変わってしまったんですけれども、こちらが観覧無料となっておりますので、ぜひ気軽に初めましての方も会いに来てください。よろしくお願いしますですね。あとは週末にライブが入りそうなのはあるんですが、まだ確定じゃないので、9月になるんですけれども、9月がですね、6日が金曜日ですよね。6日金曜日が、メルタンの、主催公演がありまして、で7日が笹黒さんの主催公演があります。で、9月はまた週末を中心にちょっとライブが増えて行き、そして10月の、13日と28日私生誕主催公演がありまして、13日コリアムヒップショットジャパン福島県、そして10月の28日が渋谷オークレストということで、その公演に向けてちょっと対バンが増えていくと思います。もちろん皆さん今から10月の13日と28日は開けてもらえたらなっていうふうに思ってます。チケットも絶対にゲットしてください。明日とか明後日のライブでも手売りのチケットを販売しておりますので、どうにかお願いします。はい、待ってます。はい、そうですね、そう、10月13日、そうです、笑顔が素敵なんです、マッサン。そうなんです、なので明日もね、まず明日から、明日、明後日来て、で、あと週末は極力皆さん開けててもらって、で、9月は6、7来て、また9月も週末開けててもらって、で10月の13と28日は必ず開けててくださいってことで、はい、よろしくお願いしますということで、それでは皆さん駆け足になっちゃったんですけども、見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。